メンククジラの調査船に僕が？ええ、彼の商社で環境保護活動の一環としてミンククジラの生態調査をする計画があるらしいんです。へえ。それで先生に監修をしていただけないかと。あ、そう。何度も電話があったのはそのことだったんです。旦那さんの話はそれだけだったの？え？何かあったんだろう？別に僕に遠慮することないよ。どうしたの？先生、私ジンベエ、ちょっと手貸して。大丈夫？はい、大丈夫。どうした？寺西さんがまたお腹。大丈夫先生。はい、一人で大丈夫。あんまり動いちゃダメなんだよ。ちょっと大丈夫です。大丈夫。はい。はい、横になって。はい。すみません。これ飲んでね。すみません。また迷惑かけちゃいましたね。うん。でもミクさん、さっき言ったこと、あれは本当に僕は。テラニーさん、今日はもう休んだ方がいいよ。じゃあ。おやすみなさい。おやすみなさい。どうだ？うん、だいぶ落ち着いた。うん、そうか。それじゃ私はこれで。あ、そう。先ほどのことよろしくお願いします。お大事に。はい。辻君。あ、はい。そこまで送っていくよ。あ、いや、いや、買うものあるから送っていく。じゃ、行ってくる。いや、一人でも大丈夫でしたのに。いいんだよ。何だったの？え？さっきほら言いかけたこと。お金のことだったんです。慰謝料のこと。ねぎられたんです。私、彼は大変みたい。新しい奥さんもいるし、子供も生まれたし。だったら最初からその話だって言ってくれればよかったのに。仕事のことでもなければ切り出せなかったのかしら。で、君はなんて？お金のことなんかどうでもいいです。慰謝料なんて最初からもらわなければよかった。だって先生、愛情はお金で償えるものではないでしょう。嫌ですね、こんな話。もうここで結構です。ありがとうございました。辻君ね、すいません、余計なこと。おやすみなさい。
それでどうしたの、もうちゃんくんは。うん、やっと良くなった。結構問題起こすよね、あの人も。ヒロさん事件の時もやってくれたしね。あ、ねえ、私あの時思ったんだけどさ。私も思ったんだけどさ、絶対気があるよね、ミクに。やっぱり好きです、大好きです。ねえ、ミクもそう思わない？まさか。そんなことないよ。でも案外ああいう人の方が合ってんのかもしんないね、ミクには。どうして？お互いに恋愛体質じゃないから結構うまくいくかもしんないよ。清い交際って感じで。言えてる、清い交際。ねえ、何そんなに真剣に選んでんの？ん？セーターの約束してたの思い出しちゃって。え、もうちょくに？違うわよ、ジンベ誕生日なの。いつ？28日、今月の。うん、それ大変じゃない。ね、あと10日しかないよ。そこが問題なのよね。寺西さんの入院騒ぎでゴタゴタしてたからね。すいません、お願いします。はい。恋する二人。ねえ辻君。はい。例のほら監修の話に断りの電話を入れても構わないかな？え？どうも気乗りしなくて。私のことなら気にしないでください。あの仕事なんですから。それくらい割り切れますから。いつか君言ってたよね、ほら、彼とは赤い糸の掛け違いだったって。うん、昔ね、君と同じこと言った人がいて、昨夜そのことを思い出してた。その人も随分時間がかかったようだよ、新しい人生を踏み出すまでに。その方は見つけられたんですか、本当に愛せる方を。どうだろうね。うん、そうであってくれたと思いたいけども、人はさ、道に迷ったり回り道をしたり、当たり前のことなんだけどもね。ミクさん、今度の休みって空いてますか？今度の休み空いてますか？どうですか、一緒に映画でも。この秋一番おしゃれなラブストーリー、この秋一番おしゃれなラブストーリー、恋する二人、恋する二人。よし。ただいま。ただいま帰りました。あれ、帰りなさい。ミクさん。あれ、ジンベイは？ああ、あの今日はあのマリコさんと水族館に行く日で。ん？え、まだ戻られてませんか？うん、あ、夕飯作っといたけど、カレー。すいません。うん、もともと私がやってたことなんだし。あの、ミクさん。ごめん、何？いや、あの、どうぞどうぞ。それって手編み？あ、これ、こ、あ、これはあの女の子にそうもらったとかじゃなくて、うちの母がこういうのすごい趣味で、編んでは送ってきてもらうんですよね。素敵ね。そうかな。あの、ミクさん、今度の休みって空いてます？今度の休み？はい、そのもしよければ、つまりその今度の休みはちょっと。え、なんか予定でも。うん。じゃあその次の週は。ごめん、今ちょっと時間ないの。そうなんだ、ごめんなさい。いえいえ、あの全然気にしてませんから、大したことじゃないし。
ただいま。おかえりなさい。おかえり。ただいま。何してんだ。いや、また腹でも痛いのか。今日はカレーか。そうだよ。恋する二人か。そんなね、怒っていいことなんですよ。だって恋愛というのは最高の隣人を作るためのゲームなんですね。最高の隣人。そう。どうもありがとうございました、うん、なんか私勇気湧いてきちゃいました、ね、やったね。やっぱり恋愛のことは三田村先生ですよね。そう、参ったな。それじゃあね。知らないんですか。ない。先生、私たちの間で恋愛の神様って呼ばれてるんですよ、うん、あ、嬉しいからね。君たち全員プラス5ポイント。イエーイ。何があったらね、また相談ください。それじゃあね。三田村先生。あ、どうした先生。ちょっとご相談したいことが。うん、何。先生って口固いですよね。もちろんです。寺西君はリグのこと、うん、あれ明らかに本気だな。本当だよ。それだから自分の気持ちをもう打ち上げちゃったんだってさ。え、なら好きだって言っちゃったんだって。それさ、ミクちゃんが明らかによそよそしくなっちゃったんだってさ。やつが言うにはね。違うんですよ。話をしてても目線を合わせてくれないし、デートに誘っても。デート。うん、おい、デートしたのか。当てないで、当てないで、ちゃんと聞いてね。デートに誘ってもうんと言ってくれないんだって。当たり前だよ。ずるしいやつがあいつは。ジンベエ、それは違うよ。違うと思う。どうしてて。だって恋する二人なんだぜ。ん？いや、だからさ、恋する二人っていう映画に誘ったんだけど断られちゃったんで、それで落ち込んでるんだってさ。いや、はっきり言って俺は感動しちゃったな。何？だいたいさ、今時うちの大学中探しまったって、そんな小学生みたいなことでいちいち落ち込んでるやつなんていないぞ。ちょっと気が合っちまったら乾杯、エッチしようか、そんなやつばっかりなんだぜ。そんな時代にだよ、そんなウブなことで落ち込んでるやつったら俺はもうしみじみ感動しちまったな。なんてアドバイスした。死ぬ気でアタックしようって。おい、何を考えてんの。何を言ってんだよ。大丈夫。あいつはだって、何言ったってそんな無理やり押し倒しちゃうよ。そんな根性ガツもないんだから、大丈夫。だいたいさ、こういうことは当人同士の問題なんだぜ。寺西青年がいくらしゃがり気になったって、ミクちゃんが嫌だってたら、それで終わりなんだから。まあまあ、まあ、そりゃそうだろ。だってそんなことよりさ、大丈夫か。お前んちの子どうなってんだよ。何がだろ。マリコさんだよ。彼女は助手だよ。そんなことはお前。お互いに少し外に目を向けた方がいいのかもしれないな。え？うん？だってお前とマリコさん、ミクちゃんと寺西さんね、お似合いだぜ。すいません、気づきませんでした。何か。いや、先生、食事は済まされたんですよね。食事。あ、じゃあお茶でも入れましょうか。お茶。そうだな。
コーンはなんだこれ。あの北大西洋におけるニタルクジラと海洋汚染のレポートです、うん、今日本屋で見つけて。うん、ミクは、あ、ミクは、あ、帰ってんだろ。はい、それが帰ってきてからずっと部屋に、うん、ああ、寺西くんね。はい。君はそのだからそのあのクジラというのはさ、あの群れを作ってその中でさまざまなあのルールを守って暮らしてるわけだね。はあ、で群れというのはつまりファミリーだ。僕と君とミクみたいなもんだ。うん、でまあその中でさ、掟破りっていうのかな、掟破り、これは、まあ、絶対に許されないよな。あ、はい、それは分かるだろ。はい、分かるよね。はい、よいしょ、なんか、あ、よいしょ。あ、先生、お茶。起きて破り、起きて破り、そんなこと書いてあったかな。はい。あ、起きてんのか。あ、うん、今帰ったから。帰りなさい。ミク。はい。ちょっと上げていいかな。え、帰ってきた。いいよ。はい、いい。うん。ただいま。お帰り。あいつのことなんだけどさ。寺西さん。うん、今まで一度も聞いたことなかったんだけど、そのよく考えたらさ。彼がね、同じ家の中にさ、あのつまり一つ屋根の下にミクとその彼が、いや、なんでもない。おやすみ。おやすみ。ねえ、ジンベ、あの来週の土曜日って何か予定ある？土曜日？うん、別に。どうして？おやすみ。うん、おやすみ。ミクさん、ご飯どうします？パンにしますか？ごめん、私今日パス。具合でも悪いのか？うん。今日の授業これで終わるけど、なんか質問あるかな？ない？いや、以上。寺西君さ。あ、はい、先生、これアルファベット順でよろしいんですよね？ああ。寺西君さ。はい。最近ミクどうしたんだろうね。え、なんか様子がおかしいと思わないか？うちにいてもろくに口も聞かないし、何かその先生、すいません。
僕が悪いんです。あのですね、その僕がミクさんに余計なこと言ったもんです。多分そのせいなんです。先生、僕が家にいてお邪魔でしたら、いつでも出ていきます。君はミクのことが好きなのか。先生、どうなんだ。ですから、つまりですね、それは僕の一方的な気持ちというか、つまり好きです。うん、どれくらい。いや、どれくらい。だから、例えば僕が父親としてミクのことを思う気持ちと君がだな。先生、本当にもうそのことはいいんです。もちろんミクさんを好きだという気持ちは変わりませんが、そんなことより今の僕にとってはもっとやらなければいけないことがあるんです。どういうことだ。実は先生に聞いていただきたいお話が。僕の研究者としてのこれからの課題がようやく見つかりそうなんです。この記事をちょっと読んでいただけますか。これはヨーロッパを中心に発行されている水産系の新聞なんですが、グリーンライフオブワールドが環境ホルモンの影響という観点で一定海域での海洋生物の調査を大々的に始めたわけなんですよ。そしてですね、こちらの行なんですが、非常に分かりやすくなっていまして、環境ホルモンで恋する、環境ホルモン、頼みたいことがあるんだけど、こっちへ来てもらえないかな。今ちょっと手が離せないんだけど、30分ぐらいしてからでもいい？構わないよ。分かった。じゃあ、その時はあなたの名前を呼べるの。これを渡せばいいの？その地図の場所に水質調査をしてる人がいるはずだから。分かった。じゃあ頼む。うん。あれ、ジンベエ、今日晩ご飯うちで食べられるんでしょ。うん、この間約束したじゃない。あ、うん、じゃあダッシュで帰ってくるね。ミク。何？ミクの夢は大好きな人と結婚して幸せに暮らすことだったよな。うん。うん。それ聞いた時さ、ずいぶん平凡な夢だなと思ったけども、素敵なことだよ。そう思うよ。
ジンベエ？僕はね、ミクね、ミクには普通の女の子の幸せを手に入れてほしいんだ。きっとお母さんもそのことを望んでると思うよ。どうしたの？ジンベ、どうして急に？いや、いつか言おうと思ってたんだけども機会がなくて行っておいで。うん、行ってきます。こんにちは。こんにちは。あ、先生、学生課の会議終わりました。わかった。あの先生、今日何かご予定ありますか？いや、別に。ミクさん、水質調査してる人って寺兄さん？え、はい。ジンベイがこれ。あ、はい。ん？それじゃあジンベエ知ってたの？多分僕はあまり情けないからこうでもしないとミクさんのことを誘えないと思ったんでしょう。あのミクさん、もうあのことは忘れてもらえますか？寺兄さん、あなたの気持ちはこの何日かでよく分かりましたから。もうミクさん全然喋ってくれないんですもん。僕どうしようかと思っちゃいましたよ。いや、寺兄さん、別に私は。いいんです、いいんです。そういう、俺昔からそうですし、なんていうか恋愛とかに向いてないタイプだから。それより僕はね、ミクさんと友達っていうか先生のお嬢さんとして仲良くしてもらった方がいいんだよね。実はずっとそういうふうに言おうと思ってたんだよ。それに万が一の話なんですけど、万が一僕とミクさんが付き合うことができたとしても、大概恋人同士っていうのはいつか別れが来るもんでしょ。だけど先生のお嬢さんとしてならこの先何十年も付き合えると思うし、もしもその時に僕がクジラの研究で何か信じられないような功績を残したら、それだってあなたに見てもらえるし、なんかそういう関係でありたいななんて勝手にね。そんなわけで僕の研究のテーマ決まっちゃったわけなんですね。ジンベエ先生にもやってみろって言われました。ズバリ、東京湾にクジラは来るのかです。え、つまりこの汚染度が高いと言われている海で環境ホルモンが魚と海洋生物に与える影響とクジラとの関係について考えてみたいんです。もしクジラが来る可能性があるとしたら、21世紀に向けて僕たちは一体何をしなければいけないのか。そんなわけで水質検査を始めたわけなんです。なんか俺一人で喋ってますね。なんか恥ずかしいな。あのミクさん、これ先生にありがとうございましたって言っといてください。ご心配をおかけしましたって。はい。あの、じゃあ僕まだちょっと調べることがありますんで。寺兄さん、すいません、ジンベエは帰っちゃいましたよ。帰ったんですか？もう？うん、なんかマリコさんと食事行くとか言って二人で出て行っちゃいましたよ。楽しそうに。楽しそうに、うん、そうですか。何か
です。失礼しました。すいません、無理やり。いや、別に予定があったわけでもないし。本当に？しかし珍しいね、君が飲みに行こうなんて。デートしたかったんです、ジンベ先生。あ、そう、そんな冗談が言えるようになったんだから大丈夫だもん。でも本当はそう大丈夫でもないんです。うん、私よく言われるんです、落ち着いてるとかしっかりしてるとか。本当は全然違うの。どうしたの？この年になってこんなこと言うのは恥ずかしいんですけど、本当私自分では何にも決められないんです。ずっとそうだった。結婚相手さ、だから勧められるままにお見合いして別れる時も、なのに別れた今も彼のことをくよくよ考えたりして、本当に情けないんです。誰かに決めてもらわないと前へ進めないんですから。彼とは会わない方がいいよ。もう二度と会うのやめなさい。これでいいだろ。これでいい。あ、先生、これ。え？どうして？お誕生日おめでとうございます。そっか、そっか、今日は誕生日か。お忘れだったんですか。うん。いや、それ、あ、そうか。いや、うちでさ、誕生日なんかしないから。いい。姉、ジンベイ、今日晩ご飯うちで食べられるんでしょ。じゃあダッシュで帰ってくるね。先生。ん？あの、よかったら開けてみてください。あ、素敵だ。ありがとう。寺西君は一緒じゃなかったのか。ねえジンベ、去年の誕生日のこと覚えてる？ん？私がコンパで遅くなっちゃって、おまけにジンベの誕生日だってことすっかり忘れて、飲んで気持ち悪くなって友子ん家で介抱してもらってるって電話したら、今すぐ帰ってこいって怒鳴られた。ジンベイもうカンカンで、こんなことするやつは娘でも何でもないって、帰ってこなくていいよって。それで次の日約束したの、来年のジンベイの誕生日にはきっとうちにいます、それで誕生日プレゼントもあげます。
何がいいって聞いたら心のこもったものじゃなきゃ嫌だって言うから、手編みのセーターって。なのに今年は自分が忘れてるんだから。お誕生日おめでとう、お父さん。どこ行くんだ。寺西さんと映画見に行ってくる。恥ずかしかったら着なくていいから、どうぞ捨てちゃってください。もしもし、三田村、俺、ジンベ。ジンベ、なんだ、どうした。いや、別に。何もないな。かけてくんな、変なやつだな。お前ぐらいしか話し合えてないからさ。